ちら。おはようございます。あ、おはようございます。今日はね、上野グリーンクラブで開催されてます、立春盆栽市に来ています。最近、コンビ活動中の新藤さん。そうですね。ズブズブ活動。ズブズブの。でも手も握ったことがないっていう、長くやってますんで。はい、上野では、東京都美術館で、国風展が開催されてまして、18日までですね。で、前期と後期があるんで、13、14の月曜、火曜がお休みになりますので、こちらの立春盆栽大市も一緒にお休みになるということなので、そうなんですね。ご注意ください。はい、一応18日までやってるということですね。はい、今日のお目当ては。お目当て。今日は御用松を買いに来ました。御用松とね、ちっちゃいなんかものがあればと思っております。はい、私はあの平松さんのところに、まあそうですね、もうすでに予約してあるのがあって、それだけ買って帰ろうかなっていうちょっと、まあ、あの皆さんのね、いい盆栽がたくさんあるんでご紹介をしてですね、こんないいのあるよっていうちょっと紹介にしようかなと、はい、私もいいんですか、どうこうして。あ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ではもう9時ですから、あ、もうオープンしてますね。はい、はい、じゃあ中入っていきましょう。はい、三遊さんと三遊盆栽さん、三遊盆栽さんの、あと小春園。あ、そうですね、小原の小林先生。共同でってこと、ね、共同でってことですね。うん、小林先生はですね、まあ、当然生徒さんからずっと先生、シャンになられて、プロの方で、なるほど、もうやられてるって、超目利きの、すごく小林先生だったんですけど、心優しいんです。心がすごく優しい。でも、先生厳しかったから私成長できたんですね。ファン生徒を信用してる先生です。大好きな先生です。太陽さんのと、つんじゅさんのが一緒になっているってことですね。つんじゅさんのは一つだけ乗っかって。あ、それそう。うん、結構もう売約済み。ありますよね。売約が、ここが一番すごい。おお、売約ですもんね。下も全部売約。下も売約。あれもいいですよね。あ、これ、あ、これね。これ置いてあったやつだ。さすが。あれすごいですよね。そうですね。ねえ。でかい。メーター超えちゃってますもんね。うん、まあこれは腕のある人でないとこうできないから、ね。なかなか。このちょうどのすごいもん、ね。あ、これすごい。これ、あ、すごい。あ、これすごいや。隠れてますね。そうですね。これはこうなる感じ。これとこれで。ああ、そうですね。三点。この心拍はもうすごい。先生のこれはあの値段聞かない値段を聞かないやつ、はい、大きさがいいですよね、またね、綺麗ですよね。山の木です。山の木ですね。この辺の芸が面白いですよね。木本さんどうですか。いや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 、そんな1ヶ月の給料じゃ買えないと思う。ああ、そうですか、ええ。もう全然無理だよ。全然無理です。ヒロムさんね、結構稼いでました。いやいや、稼いでないです、稼いでないです。ボーナスもらった時だと買える。買えるかもしれない。なるほど。これがお手頃ですかね。お値段はまだ。おすすめ品。おすすめ品。大きさ的にも。といったってすごい木ですよ、これ。といったってすごい木ですよね。これは畑じゃないんですね。いや、畑で。ただ鉢の中で年数経ってるから、だから畑で作って出てくるとすぐ分かんない、ね。鉢の中でうんとほら寝てる木を買えばいい。なるほど。でないと柔らかくなるから。そうそうですね、古さはね、なんかありますよね。こういうのも正直に全部教えていただき。なるほど。本音を教えてやらないとお客さんはね、そういうので信用してもらえるから。あの僕おすすめが一個あるんですけど、これ先日動画で作ったやつなんですよ。まだね動画してないんですけど、これカンタさんが針金かけたんですよ。あれいいかも。じゃあちょっとお店いっぱいあるんで。お店いっぱいあるんで回りましょうか。回りましょうか。ありがとうございます。ゆっくり回って。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、外へ。こちら木山聖光園さんですね。はい、はい、四国の方の方だと思います。うん、はい、はい、ネゲのね。これもさ、この前安いですよね、3万円じゃね。古くてね、発祥がいい。四国のやつは本当発祥がいいんで。あ、まあそういうとね、あの、東北もいいですけどね。東北もいいですけど。もちろん。いいですよね。これすごい。これ何？これすごいですね。これがこうやって削っていくとですかね。すごい。あ、これが
いいですね、この炒め気が。好きそうな。ね、好きですね。売店コーナー見るだけでも、なんか、いい気にさせてもらってますね。すごい。値段はね、全然オープンですもんね。そうですね、うん、これもいいですね。これなんかすごいな。ただ、このシャリのね、こういう感じはあれなんですかね。なんていうか山の木っぽいね、山の木っぽいですよね。ひろさん買えます。ひろさん全部買えます。買えないですから、お金ないんで。花ごと今日紹介ですから。紹介ですね、今日は。もう買いすぎてるんで。あ、これはね、あ、これもいいですよね。お手頃。発想が安いですね。我々も。結構肌も来てますよね、これね。うん、古いですよね、もうね。秋山さん。秋山さん、はい、おはようございます。小林邦夫先生のところの。そうです。どうです。おすすめ商品もしあれば。今年、そうですね。今年はここにこう、ずっと取り揃えてもらいますけれども、はい、まあ、中品から大品まで幅広く扱っておりますので、まあ、全部おすすめの。全部おすすめ。はい。ヒルマーズチェック。あ、ちょっと今、細かい。大品って言われます？大品っていう。大品。大品ですね。大きい品だもん。呼び方がね、よくわかんないけど、はい、大品ですね。つまらないことに。30年やってる。大品ね。はい、大品です。はい、素晴らしい。商品になるんですけども。はい、いいですね。小さい寸法とか。ですよね。はい、いいですね。これもすごいですね。今時期のね、花物ですので、梅は非常にね、人気がある商品とかですね。これ公衆ヤバイですか？これは普通のヤバイですね。ヤバイですね。はい。すごいですね、この曲が。うん、これが公衆ヤバイ。あ、それじゃ無視ですかね。かっこいい。これがこう、肌が。バキバキになって、はい、硬いやつもね。そうですね。で、肌が少し小ぶりであるということですね。はい、はい。あ、これもすごいですね。ねこれね。それは心拍の山木。山木ですね。自然から取った心拍ですね。これは手巻きじゃないですか。これは作ったやつ。作ったやつですか。はい。うん、極められない。そこは、なんていうの、木目が少し違う感じですね。あ、そうなんですか。よくあの弾いてカンカンってやって硬さを見てっていうのもやりますけど、はい、その見た目だけで分かる。やっぱ見た目で分かりますね。はい。やっぱ自然の心拍ですとこうなんていうんだろう、イチョウの葉っぱみたいにこうなるんですよね。こう。はいはいはい、ちょうど形がイチョウの葉っぱに似てますよね。これがやっぱり自然の心拍の特徴になります。それがまあ一つの目安として、そういう特徴も出るという、はいはいはい、これもそうなんですかね、山の感じなんですかね。そう、山の感じですね。畑だとね、なかなかこういう出ないですもんね、はい、あ、これもまた素敵な、それは御用松ね、はい、すごいですね。値上がりの持ち込みというものですね。あ、しょうがいいですね。ナス系だと思うんです、ね。ナス系ですか。はい、色が濃くて葉っぱが短い。はいはいはい。はい、ね、お手頃価格で。お手頃価格。はい、サービス品ですね。多分ね、あの早いもん勝ちだと思います。はい、そう、なんか一個ね、あの買って帰りたいっていう人は、私これおすすめです。そうですね、いらっしゃいますからね。まあ、国風店の売店というのは幅広い方が、うん、来られるので、うん、ね、お手頃なものから、まあ、高級品まで広く扱ってますので。なるほど、まあ、もう困ったらここ来て。そうですね、来ていただいて選んでいただければ。なるほど、はい、相談してもいいんですよね。あ、もちろん相談しに何でもお気軽にお手合わせください。それが、ね、小林邦夫先生のお嬢様。そう、次女。次女ですよね、はい。え、小林邦夫先生の次女、お弟子さんに入られてる時に、で結ばれちゃったんです。結婚して、で今山梨で有名なやってます。やりますね。はい、やりますね。毛細のこと分かってると助かりますね。あ、そうです。理解があるんで。なるほど。違うわよとか言われたり。作風展とかでも前賞取られたり。そうですね。29歳の時にね、史上最年少で内閣総理大臣賞をいただきまして、お値段はこのほどにっていう、ね、あのお安く出してますので、はい、ぜひともお待ちしております。はい、お越しください。ありがとうございます。いつもこれ出されてますか？え？ここで出されてますか？いつも？10年ブルークレーンです。あ、そうなんですよね。なんかあんまり、いつもはこの2階のね、中でやるんだけど、オークションをやるもんで、あ、うん、で、今こっち。あ、だから本当はこれはほれ、雨降ったり雪が降ってると大変だもん、ね、そうですよね。あの他のと全然違うじゃないですか。でこういうの欲しがってる人いっぱいいるんですよね。いるんです、わかります。だるま。かわいい。かわいい。あ、かわいい。だるま。何これ。飾るときに。
これも山椒さんかな。サルも可愛いな。そうですね、大好物です。うわ、にゃんこ、にゃんこや、かわいい、すげえ。山椒、山椒、山椒、山椒さんのもをたくさん。だから山椒は、これ昔友達だったんですよ。山椒さん、うん、はい、彼に結構たくさん作ってもらったんですよ。ああすごい、うん、お金もたくさん使ったんですけど。いくらですか。いや、これは昔の値段だから、今これの3倍か4倍くらいです。あ、うん、すごい。で山椒ね、一番小さいのがこれ、それこれ、うん、あーすごい、すごくでいいでしょ。何これは、何の柄が描いてあるんですか。鬼面、鬼の面だとか龍が得意だったんですよ。わからない。ひっくり返って、なんかこの大きさです。あ、値段書いてない。20分の1って書いてある。二人の目が光っております。値段がなんか人気あるんですよ、すごく。これで見えるかな。あこれで見たらいい。ちょっと自分でやって。はい。十二支。これ。ああ、こっちも。これ山椒です。これもそうなんですね。これも山椒。本当だ。うん、三ありますから。2007年。一個一個値段違うんですか。いやいや、これ全部でこれ。まとめて。竹でできてるこういうの。かなりの。竹なんですね、これ。竹。もう真剣。江戸時代、うん、江戸時代の花中亭道八って言ってここにあるんですけど、サインが新阿弥道八だとか花中亭道八とかって言ってですね、ここにサインが、小風亭のサインが、これもそうです。骨董品だ、本当に。骨董品ですね。骨董品でなくて、私こっちだから、これ骨董館、骨董館、骨董館さん。じゃあすいません、これはこの誰、それをデブニブじゃないだるま、それはね、はいはいはい、うん、だからセットでも、うん、いいんだけど、そうするとこれ割れたくなるから、かえって全部ね、うん、もしか買われたらそれの方が面白いですよ。招き猫だとか、はい、招き猫と、あー10個、いくらといくらになるか分からないね、はい、これ面白いでしょ。今ちょっと横になっちゃってるけど、そうですか、うん、面白いですよ、はい、これ個人的にはこのあー、かわいいですね。ここにも猫いるわ、うん、どこの、こんなの持ってる人はもういないと思います。これもいいですね。ああ、うん、これはこれタヌキでしょ。タヌキかわいいですね。これ京都の作家でもって若原英章って人が作ったやつですよね。うん、私、うん、分かる人は分かってるんだけど、ここにちゃんとこうサインがあるから。うん、これ五重の塔。ちっちゃい。これはいい。これ、これあそこに英章の箱があるんだけど、これはもう反骨からサインがね。小さいもんで入らないんですよ、これ。いや、もっとすごかったらもっとすごいのにしましょうか。名探偵いる。財布はもうね、私も一つ持ってるんですよ、好きで。どうですか？山椒の天杯。ああ、本当ですか。はい、このタヌキに似たやつを持ってて。使うとね、やっぱり石が。こっちだ。ん？でかいもん出てくるんじゃない。いや、小さいんです。なんかすごい。はい、あ、すごいな。すごい。わ、街作れちゃいますね。そうですね。40年くらいで。すごい。ちっちゃい。ちっちゃすぎて。ねえ。うわ、魚もいっぱいいる。ナスキーだから何本でもあるんですよ。すごい、すごい、すごい。無限に出てくる。出てくる。もうこれあんまりほとんど売ったことなかったから。動物ですか。動物シリーズ。めちゃくちゃある。ちょっとすごいでしょ。すごい。畜生って言うんですか。え？畜生って言うんですか。竹に。竹笑い。竹笑い。畜生って。いいですね。もう探していないんだけどね。うん、くちばしの。これの、これ、うですよね。これ、鶴ですよ。鶴？鶴。それもう、もう一匹いませんか。ここにうん、ああ、そうか、はい、これ鯉ですよ。カタツムリ？モノさんも知らない。あ、それカタツムリ。これと、これが親子ですよ、ね。あらま。ああ、かわいい。ね。親子だ。テンション上がってきたらどうしよう。で、これがほら、う、う。うわ、これがあるか。う、タッチ、タッチ、タッチ。ここ一日いられそうですね。ねえ、これ見たらね。
モハニの味わし。すごい。わ、すごい。これはね、あの農夫が藁かなんかを積んで、こういう引っ張ってるやつですよね、こうして。すごくこの紐をつなげてますよね。盆栽小野さんに。小野さんに行きましょう。かこんにちは。はい。はい、いらっしゃいませ。盆栽球です。盆栽球です。毎度どうも。どうも。本日のおすすめはありますか？おすすめか、難しい問題なんで。梅がいっぱい売れたって聞いちゃいました。うちの息子です。うちの息子です。梅が完売しちゃってね。ここ全部半分以上梅だったんですけど、ね、なんでね、変わってんのはヤシャビシャク、形はともかく、ここはヤシャビシャク、こういう梅がつくんですよ。ヤシャビシャクなんてあんま盆栽にしないので、まだ曲がるしね。結構ヤシャビシャク、ここにも苗木がある、うん、知らない、あのキウイのちっちゃいみたいな梅か。あとはあ、これは花芽が、はい、あると思いますよ。好きだから。うん。雪穴。雪穴。白い。安いですね。あのね、雪穴。相変わらず。花がいっぱい咲くやつ。そうそうそう。雪穴は赤花が結構あって。赤花ですか。あるんですよ。この辺が、これも赤ですね。これは赤。だから棒みたいになってるから一回。ああ、そうか。花を見た後切らないといけない。あ、これ見ると分かる。これが赤。1000円だって買うと思います。これね、どうにか直してほしいの。誰か直せる人がいたら。古いんだよね。古いけど。ただどうしていいかわからなくて。大野さんがわからなかったら。これは安い。あ、それが赤。あ、そうそう。これが赤で、ほら。本当だ。ピンクでしょ。ところがね、これがね、中開くと中は白なんですよ。なんで、つぼみの時が一番真っ赤。怖いですね。まあ、川柳かな。かわいいよね。あ、川柳。一番いいのは、川柳水につけて育てられるので水切れの心配がないです。あのお皿に水薄く張って置いとくと、はい、こういう風にならないから、伸びてもこんなもんだから、根腐れもしないです。しないです。これが防災王さんで購入して、で溜め込んだやつ、ね、うん、この辺のシリーズ、ね、今週の、ね、土曜日日曜日に上がります。あれいいです。日本に分けました。我ながらまあ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 の出来で、そう、いい出来ができ できたので、それがここに、そうですね、ここに素材がありますんで、あれ見たら欲しくなります。そうですね、ぜひ早もん勝ちで先に買っといてね。こんなのってね、もうできそうですもんね。確かに買おうかな。ね、まだある。畳み込んでめっちゃ良くなりました。めっちゃですね。まだ大野さんで買ってたくさんあるんで、今週いっぱいありますけど、変な、ね、シャリ入っちゃってるしね、もうこれはもう、ね、もう文人風に作っていくんですよね。シャリガーって入れないとですね。そうですよね。で、これグッと、ね、畳んで、でも2500円じゃ安いですよね。心拍めちゃめちゃ安いですよ。安いですね。こっちだってなんか楽入ってますよ、これ。一平さん。これはね、ここからねじれてます。ここからこう、ここに繋がってくると思うんで。なりそうな気がするけど。これは安いと思う。1500円じゃ早もん勝ちですね。私は、あれ買う、はい。このね、赤の雪、赤花の雪柳っていうのがいいなと思って、素材の方を買って、自分で作ると、はい。作ってみたいなと。なるほど。はい。他にある。この方がお安いから。ありがとうございます。あれ、あ、これ違うか。それはやぶさ。はやぶさ入りました。だけど、はい、あのちっちゃいのしかなくて、これでまた1年やれば倍に増えるけどね。あ、そうか、姫関町っぽいなと思ったんです ね。そうそうそう。これは姫関町と違うんですか。姫の関町、はやぶさ。いいんですよね。姫関町がはやぶさなんですね。うん。名前がはやぶさ。ありました。ありましたね。これはね、みんな狙って、狙ってるんですね、でも関所よりもっと細かいと。そうですね。そうね。姫っていうかね、なんだっけ、五分。五分よりも短い。分かってない。とにかく短い。関所。そう。なんですもん。そう。ただ培養がめっちゃむずいみたいな。培養っていうか増やすのは。増やすのはね。らしいです。最後鉢ちょっとバリエーション増えてる。お、これいいじゃん。そこの天杯がすごい。天杯。これすごい。そこのとこは入れちゃダメ。ただその技術はね、すごいからね。
濃い状態。あ、これすごい。細かいですね。しすいさんの。これ龍神大臣が一番高いじゃない。太鼓堂長。太鼓堂長宝。龍神大臣。あれの奥のね。あれが高い。あれはすごい。一番16万。ほら、すごい。すごい。明るくなれたのか、こういう方がいいか。これはすげえ。うん、立つようにできてんの。かっこいい。16万8000円だぞ。立つ。いや、細かかっこいいですね。光技工士の人だから金と銀でて金と銀、うん、大体ほぼちゃんと盆栽の横に置かないと雰囲気出ないよね。いや、なかなかのものを置かないとこれね。タイガバチとかこの辺です。はい、安いです、まず、うんうん、これいいんじゃないか。そうよ、だけど、落ちかないんだよ。そんなんだってだけど、こんなにちっちゃいのか。初めてなんで、はい、初めての初めて知ったらね、珍しい。めっちゃちっちゃいのあるらしいって。確かにちっちゃい。もうちょっと増えてからね、売りに出したかったけど、今さんがきっそり買ってて、はい、あの、行ったらなかったんですよ。あの、いつもなんかすぐ売れちゃうらしくて。あの人が買い占めてるんですよ。もうめっちゃね、買い占めたんですか。いやいや、探し求めた。1個だけ、1個だけですよね。1個は違ったんですよね。1個あったんだけど、1個は違うやつ。違う、僕が買ったんだ、それ。僕が買ったやつ。争奪戦です、これは。ちょっとラブラブなところ。ラブラブなところですか。顔。横がね、読めない。はい、私は。三寸石章ですね。はやぶさってやつ。はい。あとは、鉢が、なんか、うん、入れる鉢を。素敵な鉢を。これに入れて。よかった。サインしてくださいよ。神田くんみたいに。神田くんみたいに。ああ、どうぞどうぞ。お疲れ様です。初対面。初対面です。ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。英語ペラペラだった。ちゃうよ。英語パラパラなんだ。パラパラ。ビッグボス。ビッグボス。お会いしたかった。ビッグボス？俺、スモールボスだから。いやいや、スモールボス。ちなみにブースはどの辺ですか？ブースはそこよ。ここですよね。ちっちゃいのもありますね。ここはあれですよ。あ、こっちだ。あ、タイガさんだ。これタイガ、世界の。世界のタイガさん。これ世界のタイガ。タイガさんいらっしゃって。すごい。すごか。すごか。あれですね、大きいのも小さいのもやられてるんですよね。おう、あ、でも家は大きいのが多いですか。多いんですよ。あ、なんか2階の棚はでも小さいの。小さいのでしたよね。だから行ったことあるような。ねえ。ヒロさんの言ってた。あ、え、木持ってきました。どの木？忘れてました。新白の、あ、ごめんなさい、御用の細い文人の。あ、持ってきてない。そんなの持ってきてないよ。また、あとですか。直接行って買いましょう。直接買いましょうか。わかりました。僕もね、直前に言うときでしたね。あ、そうですね。もうそんなのすっかり忘れてた。あ、そうか。じゃあ、代わりに何かとか言って。代わりに、でっかいの買います。でかい。買えそうなもの。そんなものがないですよ。似たようなですよね。18万円ですって。こっちですかね。うん、これね。イタリアでもプロなんで。これすごい。ああ、ぼちぼちです。すごい。昔は何回か行ったんだ。あ、本場ですか。ああ、それはそれは。ね、幹なんですね。ああ、そうそう、ハーレー。ハーレー。もうでもハーレーも親父乗れんの。召し上がすると。いや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 。これはすごい。ハーレーも。ハーレーでもすごい。まあ仕事なんで。ね。こういう風にね、枝を乗せばいいんだ。寄せるって難しいけど。そうですね。時間変わねえか。すいません。
本さん、はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。ガフテンブリで。ガフテンブリでしたっけ？ガフ？違うか。はい、どこでしたっけ？わかんないです。最近お会いしてない。最近お会いしてない。修学展か。修学展か。はい。はい。今日はどうでしょう？おすすめは？おすすめですか？ああ、椿いっぱいありますよ。はい、ちっちゃい可愛い。確かにいっぱいあります。みんな種類もので、針金を1年でね、3回も4回も5回もかけたり外したり、かけたり外したりしてるから傷になっちゃうから。そうです、そうです。だからよく曲がってるけど、あんまり傷がないっていうのが売りですね。これもそうですね。すごいですね、この芽もどきは。ムチムチ、ムチムチですね。いやらしい。あの欅もすごい。今ちょっといいの持ってきてますね。ねえ、いいですね。1回でも売店出します。あと外の方にも。あ、そうなんですか。はい、親父がやってます。あ、さっきね、今日いらっしゃったんです。はい、いますよ。そう、そちらの方もよろしくお願いします。あ、これもすごいや、ね、あ、これ安いですよ、胡椒梅。なかなかないですよね。ないですよね。綺麗な、こういう風に綺麗にならないんですよね。うわ、安い。あ、これも2つございます。あ、これもすごい。棒みたいなのはね、あるけど。そうですね、苗木のね、植本木に継ぐんですよね。なかなか挿し木とかできなくて。あ、そうなんですか。そう、だけどこういうふうに綺麗な、いわゆる苔順がね、こういうのって珍しいです、難しいんだ。それ姫シャラ、それ。姫シャラ面白いですよね。あ、それもいいな。なかなか今ないんだよね。今年は何かおすすめは？そうですね。今まあ、トコダミのものちょっと少ないんですけど、緑オリベのものがちょっと海外でも今人気でして。あ、これ真ん中にこうやって入ってるんですね。そう、これもね、手で。そうです、そうです。里見さん、里見さんの土目がね、これで。そうそう。で、こういうのが特殊。私いっぱい持ってるんですよ。持ってます、ね。うん、でこれもちょっとアクセントでわざと。そうですね、違う色を垂らしてやって。で、これはあの本当白い土なんですけども、このオリベをきれいに出すために焼き上がってから土地渋の中に漬け込んで、でこのまあ表面1枚剥がすんですよね。なるほど。そうするとこう綺麗なオリベになる代わりに、この土もこれもちょっと黒っぽく。はい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 。これもね、こう本当は白いんですけど、はいはい、こういうところの発色を良くするためにわざと白い土を黒くなるような渋の中に入れるんですよね。茨城の方も。そうそうそう。ちょっとミニの鉢が今茨城。茨城。あ、こういう、いや、これいいですね。タイガ君、タイガさんが修行行ってくる。そうですね。そうですね。おいくらです？隠してる。で、はい、うまい。これも可愛い。鬼の顔。まあ、それね、鬼の顔なんですよ。一応ね、本当は蜂なんですよね。こういう形で蜂に。可愛いですね、これ。面白い。なんだけど、裏面を見ると鬼の形相だ。セブト。これは常滑の作家でビゲーさん。はい。あ、すごいですね。この可愛いですね。この落下見たことある。それは岡田モーセン。モーセンさん。洋画画家の出身なので、はあ、ちょっと、まあ、タッチがそういう絵のタッチもこういう山水画ではなくて、違うんですね。全体的にちょっと、へ、絵を意識した。モーセンさん。はい。これは美人画だとか、ああいう風景の、はいはいはい、ね。山水とは違った風景。そうですね。ね、これは小坂龍神さんって言って、こういう落款で龍神像で、でまあみんな手作りで、
ね、すごい作りですね。これもちょっと土をあの古めかしさを出すためにちょっと色を、本来はこういう土の色なんですけども、わざとこうちょっと色をつけた形で、まあこの方ももう80歳超えてる人なんですけども、まだ仙台で頑張ってやってきてて、お世話になって菊間さん。まで使うこの網の良さが分かってもらえるかどうかね。こだわりがあるって、うん、18アチ線です。細かいのと4種類入る、あ、これがこのバックル式でこう外れるので、あ、そこ付け替えて使うんですか。こうやって外から締める。そうすると隙間ができないし、で取っ手が斜めについているので狂いやすい、軽く感じます。おいくらでしょう。15,000円。15,000円です。消費税、今日はサービス。サービスです。いいのありました。これは、これね、これね、いいですね。これいいですよ。使ったこ、使ってる。使ってます。最近でも売ってます。売ってます。あ、売ってる。はい、これ聞いた人も、はい、次大体1,000円なんだ。そうですね、これとかこの、これですね。あ、それすごい。そういうのもあるんですね。つぎ木だよ。はい。今こういうの作れる人がいないんですって。それであんまりいないんですって。あ、そうなんだ。それいくら？3,000円？3,000円。でもこれ多分研がないとですね。限定特化商品もあるんですね。本当？どれ？どんな？みんな。あの、まさくにさんにいいのがあるんですけどね、あれだと指入らない人いるんですよ、親指太い、そうそう、今言ってたんですよ、指が、ね、痛くなっちゃうんで、これはいいですね。ちょっと大きいんですか、これは。うん、これは、ここ自体が大きいですよね、これうちのオリジナルです。これステンもあるんですか。ステンはないですね。今これにメッキをかけたこの、こういうやつは今作ってます、この色のやつね、白染めみたいな。触らせてもらったんですか。これいい、指が、はい、太い、はい、大丈夫。ここに、この、これに合わせて、太いで、太い人でも大丈夫。こっち側にバリが出ますから、バリが出ますから。ね、すごいしっかりしてる。返りが出ますよ。返りが出てないと、溶けたことになってないんですよ。これいいですよ。取り木バサミ。あー。ガッて掴んで、ぐるっと回すんだ。ぐるっと回すんだ。ぐるっと。で、この幅で。なんか加工入ってるんですよね、ここに。内側に。ほら。なるほど。引っかかるようになってるんですよ、中の皮が。ほら、内側に、内側に入ってるんですよ。面白い。どうすんだこれ。ハサミです。いっぺんにこの幅で取れるってことですよね。これプライヤー式ですから、枝の太さに合わせて少しこう、本当だ、広げられる。広げられるんだ。だから最大このぐらいから、すごいすごいすごい。これだってちっちゃいのグッて入れてグーッてやると、はい、ここにすごいあのテープカッターみたいなね、ギザバあるんですよ、これで皮をこう引っ掛けてこうやって、昔からあるんですけども、なかなか。あるんですか、うん、これなんか必要なんですかね。これ皮を一回めくってくれる。めくってくれる。ああ、ここは切れ目を入れるだけだから、切れ目を入れて、でまた手で取る必要はないんですよ、はい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 、でもやっぱりこう道具としては面白いんで、使わないけど買っていく人は結構いますね。いや、ないですもんね、これね。初めて見ました。どこにあったんですか。ここに、こちらです。はい、じゃあこちらです。購入します。はい、これすごくあのミニ盆栽やる人にはいいと思う。ぴったりなので、いただきます。はい、4段階。これで中お久しぶりです。ゆかえさん。ゆかえさんの村田さんです。はい、商品は、まさくにさんがポーンと、はい、たくさん置いております。あと肥料。肥料、太陽ボール。太陽ボール。はい。これですね、さっきもあの紀子さんのサイズ触りました。これがまさくにさんの、これですね。なんか違う。あ、これね。そう、これだけです。これ使いやすい。先端がハサミになってる。そうなんです。はい。目切りとかにとても便利。スカスカ切る。はい。いいなって言って村田さんにお願いして作った。おうおう、バネ付きのやつ。バネ付きの。あれあれもこれ？あ、これじゃないな。あ、これかな。あ、そんな感じですね。使いやすいですこれ。これいい。これですね。ここに引っかかるんですね。そうですね。枝切り。枝切りなんですか。うんうん。これいいんですよ。すごい。そう、これだとちょっと大きいんでね。
すめは特製吸化式針金切り77,000円。手磨きなんか金文字入りです。光り方違いますよね。はい、くすんでる、ピカピカです。光ってる、逆です。見ていいですか。はい、どの辺がその吸化式の違いなんでしょう。刃先ですね、うん、あの幹に巻いた針金をあの幹を傷つけないように切れる、この半円形の先端を私の祖父が考案しまして、それでこのタイプが吸化式っていう名前がついてます。これとあとサイズが大きいのがこっちが元祖なんですけどね。値段はだいぶお安くなってます。なんと特価18,480円。こっちは安いですね。これはあの現在製造してませんので現品限り。現品限り。はい。これはあの針金外しっていう、まあ、小型のやっとこですね。こんなのもあるんですね。あの枝先の細かい針金とかをかけたり外したりっていう。やっとこの直線なんですね。これはね、あの2種類あります。より細いところに入るのはこっちですね。マサクニのやっとこはいいって。あ、そうなんですか。うん、あの昔聞いたことあります、あのプロの方に。でもさ、やっとこだってマサクニじゃないですもんね。じゃないですね、安いやつですね。最初の量販センターで買ったやつ、うん、ですね。ぜひ。あ、違うか、違う。ぜひプレゼントお待ちしてますみたいな変な言い方してる。秋元さんの、秋元さんのブースですね。下のブース、はい、来ました。お父さんのところですね。お父さんとこ、これいいですね。へ、ね、あ、あと姫ちゃんもいいですね、あれね、うん、あれ素敵だな。へ、ね、ね、あれいかがですか。これも面白くなりそう。本当だ、イカダ吹きになりそうですね、これ ね、 そうですね。珍しい、イカダですね。これから何か姫ちゃんだって寄せ植えでひょろっと作る感じだけど、こういうのもいいです ね、 ね。なかなかないんですよね、こういう小さいブナとか。確かにブナとかね、姫シャラとかね、ないんですよね。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいです。はい、恥ずかしい。亀松屋の K さんです。K さんです。山崎です。はい、K です。モンスキー場のメンバーです。モンスキー場のメンバー。あ、モンスキー場のメンバーです。違います、あなた。モンスキー場のメンバーがここで出会ったから、ね、はい、今初めてやる、はいはいはい、一人なんかおじさん入ってますけど、はいじゃなくて、はいじゃなくて、パピオンさん、パピオンさん、パピオンさん、はい、仲良くやってます。楽しいです。モンスキーもぜひ、はい、よろしくお願いします。チーさんの、チーさんのちょっと商品おすすめあれば。おすすめ、あ、ちっちゃい黒松たくさん持ってきました。黒松たくさん持ってきました。豆松屋なのでちっちゃい松をたくさん、ちっちゃめで、はい、値上がりの松とか、かわいいの、はい、持ってきました。あ、それも素敵だ。これいいですね。そしたらここで僕は手に来たりとか。あ、それもすごいですね。昭和とか多めですか、今回は。そうですね、やっぱこの時期なので昭和多めと、はい、私が昭和類好きなので。あ、なるほど。そうなっちゃいますね、松とか金箔そうなっちゃいますね。豆松屋ですから。はい、豆松屋ですから。豆松屋でもないし、ボンスキー場でもない。ボンスキー場でもない。ただの通りすがりのおじさんです。ありがとうございます。チーさん、品がいいから大好きです。これもすごい。そうですね、値上がりのやつ。これいいですね、これね。あとは桜、これから桜シーズンなので。そうですね、はい、桜もいっぱい買いました。これ安いです、これ7,000円です。はい、6、うちにいる子、いる子すごい痛い。盛り上がってる。すごい痛い。図書がね、図書が痛いね。痛いね。でもこの子柔らかいです。うん、柔らかい方の図書ですね。私、八つ房かな、だと思います。うちにいる子は痛いんです。本当に痛いやつ。痛い。
いいですね。チェーンさんも買う。買う。すごい。ありがとうございます。お近づきのチーズに。これでも買ってもボンスキーでは入れないです。嘘。お近づけない。近づけない。病院に手術してもらって。手術しても。本当。あ、でもいい。それ買います。はい。おかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たくさんいろんなところの紹介をしましてですね、はい、私は、買わないつもりでいたんですけども、はいはい、なんかね、いつの間にか大量に大量に購入しちゃったんで、ね、そうですね、いっぱい、はい、こんな感じで、はい、買いましたか。大量に見えないですけど、見えないですけど、私も買いましたよ。さんは何を、私はいろいろ小物たちを買いましたし、小山津も買ってみました、はいはいはい、多分まだ買うでしょうね、きっと、はい、そうですね。私はこのまま国府行って、はい、また新藤さんとお別れして、はいはい、なると思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお越しください。楽しいですよ。一瞬盆栽です。はい、ありがとうございました。私はこれを帰って編集すると。はい、頑張ってください。頑張ってください。なるべく今日中にあげれるように頑張ります。はい、じゃあご飯食べ行きましょう。ご飯食べ行きます。はい、はい、ありがとうございました。